方ねえ。無線によるコントロールがジャミングで遮断された瞬間、AAM に切り替える。その名の通り、オートアタックモードだよ。動くもの全てにアタックをかける。敵も味方も、リスも戦車もお構いなしだ。自走で動くもの全てを全力で破壊する。間違っても屋敷の中から出るなよ。出たら自分たちが仕掛けた兵器でやられるぞ。AAM 制御の兵器はお世辞にも使えるとは言い難い。ほぼ無限に変化する戦局を AAM で乗り越えるには限界があるだろう。これで上陸するアンドロイドと霊を食い止められるかどうかはわからん。そうだな。それと俺とお前の連絡手段だが、現状は回線でつながっている。それも霊の影によって切断されるだろう。その後は無線となるわけだが、そうだな、とりあえず打開策は作っておいた。もし連絡があるときは、圧縮した情報を右側にある左のボタンで送信しろ。対ジャミング用に俺が作った連絡手段だ。どんなノイズの中も突き抜ける。完全密封の鋼鉄の箱の中にだって連絡できる。ま、それは冗談だ。難点は圧縮させているので解読に数秒から数十秒かかる。リアルタイムでのやり取りは不可能だが、重要な連絡なら取り合える。ん？なんだ？回線がジャックされているぞ。
そ、有線の回線はほぼ全滅みたいだ。これからは無線とする。例の様子を見たか？見てみろ。屋敷に向かっての膨張速度がそれまでの秒速 0.8 に対してさらにプラス秒速 1.1 メートル、合計速度プラス秒速 1.9 メートル。反対方向の膨張速度がそれまでの秒速 0.8 に対してマイナス秒速 1.1 メートル、合計秒速マイナス 0.2 メートル。やつの動く速度と膨張でさらに屋敷に到達する時間が縮まった。およそ300秒で屋敷の外縁に到達。